私たちは農業のプロではありませんがまずはこの農業のことをよく知ることそれとこのおいしいお米それと生物多様性に配慮して作ったお米をたくさんの人にもちろんお米屋さんや消費者の皆さんに知っていただくこと広めていくことが私たちの重要な役割と。 いいう,うに思っていますまずは全国の方全世界の方にこの「市議の恩返し前のことを知っていただきたいということでインターネットを使ってホーームページ SNS などで情報発信をしていますそれと東京の銀座三越など反則 PR を行いながらたくさんの人たちにこの「市議の恩返し前のことを知っていただきたいと。 こういった取り組みを続けながら、お米の付加価値、ひいては農家さんの所得向上につなげていきたいというふうに考えています。ブランド米作りって一番難しいことは、何をやれば成功するのかというのがわからないところです。 もちろん、生き物を育んで作ったお米の中では、もう高く評価されて、高トリを育むお米やマ米など、高い市場で高く取引をされているお米もございます。今から取り組んでいる私たちにとっては、この取り組みをどういうふうに消費者の皆さんに伝えていくかというのは非常に難しいところがあります。ですが、取り組みを一つ一つ え、丁寧に紹介していって、このお米の良さ、また、この地域の素晴らしさっていうのを皆さんに伝えていって、最終的には地域の活性化につながればというふうに思っています。